はいでは <laughs> ではちょっと今日はインタビュー形式でよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。なんかラジオのような感覚で <laughs> そうですねいいですよね。うん、<laughs> あの本田委員が <laughs> そうですねちょっと情報が先行で出て、はいろ、はいろ言えること言えないことはあると思うんですけどそうなんです、ね。ちょっと今日は攻め込んだ質問をしていこうと思います <laughs>。うん、<laughs> あれですよね本田委員もう発売は 八月ですよね。そうですね。まだですね。はいえー、そうです。八月の二十七でしたっけ。二十七になんかのレンタル。レンタルが、なんでしたっけ。えっと、ホンダのレンタルあるでしょあの、あエブリーゴエブリーゴ、はいね、エブリーゴ, <laughs> ゴに出てくる、はい。なんかね。そう,そうなんですよ、そうなん。記事読みましたう<ー>、はい。エブリーゴで、あのー、二十七日からレンタル。 こひょっとして買わんくてもよくねえか問題で <laughs> <laughs> <え>。そうです、ね、で、今、あれですね、予想価格っていうのがね、ヨーロッパの方で。まあ、ある程度出てるんですけど、まあ、まだその辺は発表されてないんですよね。そうですね。大体のイメージとしてベース車が。ええー、四百五十万ぐらいあ。あ、そんな行っちゃうんですね。すごい。航続距離。がちょっと長い。うん。 まああのハイグレードのアドバンスっていうのが500万を切るぐらいかなそれあくまでも予想ということですね。これはあれなんですよねアドバンスっていうのと普通のホンダ E っていう。 タイプに分かれるんですね。そうですね。グレードが分かれますね。はい、具体的に何が違うんですかね。あのー、アドバンスになると、はい、まあエクステリア関係で、まあアルミホイルが十七インチ。あ、インチアップするんですね。ついたり、はい、まあタイヤがミシュランの。 パイロットスポーツが入ったりーえ、それってエコタイヤじゃないやつですか、そうですね、ちょっとなんかあの、エコというよりは、スポーツしてますね、そうですよね、はいえ、なんかもう単純に電気自動車なんで、エコカーなのかなという印象は強いですけどいや、どっちかっていうと、バッテリーを小さくして、航、はいえー、続距離はちょっと犠牲にして、はいえー、ホンダらしい電気自動車っていう切り込み。 してるのが本題になる感じです、ね、なるほど。はい、ということは、まああのー、ありましたよね、えっと、なんでしたっけ、スポーツカー、<laughs> の <laughs> ハイブリッドの CRG x c r CRG みたいな、あそこまではってことですかね。そうですね、CRG もかなり、あのー、ボディーからね、えー、作り込んだ車で。うん えー、マリアルミッションなんかあったああハイブリッドホンダ E は,いまあはまあまあ、CRG とはまた別の電気自動車なんですが、まあ、ちょっと従来のお今たくさん世に出てる航続距離を伸ばすためにどんどんバッテリーを大きくして車を重くするんじゃなくて、はい、まあできるだけ軽くして。はい えー、きびきび本田らしい走りが表現できるようにっていう考え方で作られてますね、うん、これ実際あれでしたっけ200キロぐらいでしたっけそうですね、はい、あのー、一応の目安としてはあのベース車で283キロアドバンスで259キロですから距離<ー>的には変わらないですね,ですね装備面の違いです、ね、ああアドバンスの方がちょっと 長く走れると。そうですね、少し長い。<ー>まあ、ほとんど一緒ですね。まあ実際のところ、これってあれなんですか WLTC なんですね。そうですそうです。う<ー>ん <laughs> でも実際のところこれ乗っててねイメージしてたら、あのー、満充電にはまあできないんですよ僕の場合。あの家に駐車場がない、あ駐車場にあのコンセントがないんですよ。はい、なんで多分あの急速充電で。はい。 やるとしたらだいたい八十パーぐらいしか入らないですね。そうなるとまあ、はい、実際百八十キロぐらいだとして <laughs>、まあもうちょっとしたか、うんうん、で百キロぐらい切ってきたらちょっとハラハラするんちゃうかなと思って。ハラハラしますね。<laughs> 運転してたら。近くに充電できそうなところって一応ね調べたらあのー、まあ五百キロぐらいあ五百じゃん五五十。 5 0 0ーから1キロぐらいの間で2軒ぐらいありましたねああ結構あるんですねすぐ横にね本田さんあるんですけどそこはないんですよ <laughs> <あ>のどうしました、ね、なかなかないですよねあの充電のそうなんですよね、はいはい、実はあの今うちにもありません <laughs> <laughs> いやあれ本当にね大きい本田さんというか,か結構限られてくるんじゃないですかねそうですね今,今今あるところっていうと県でもそんなに 5箇所あるかないか、うん。ただちょっとなんか調べたらね、<laughs> あのモー N さん、N 三三さんの方で <laughs> 充電ができると、なんかあの携帯電話のあのなんかえっ、ー、と契約みたいな感じで、なんか月額いくらで入れ放題みたいな。なんかそんな日産でホンダ社で <laughs> 乗り込んで <laughs> 充電ができるみたいですね。そうですね。はい、今あのー、その外から。 フラッときて、はい、あの充電できるようにあのー、設置されている充電器っていうのは意外にあるみたいですね。うん、ねそうなんですか、はい、まあね普通にガソリンスタンドとかにねあのあればいいんですけどね <laughs>。そうですね。今サービスエリアとかね道の駅にはもう必ずあるような感じにはなってますけども。大丈夫ですか。と <laughs>。 じゃあ続きまして <laughs> もっと深掘り聞いていきたいところですけど、結局のところまあでも予想価格が今のところ四五百四百後半から三百中盤ぐらいになるだろうと。そうですね。あとはそのは <い S 2> まあ電気自動車なので補助金っていうのあそこはそこ聞きたかったんですよ。そうですね。ありますので、え。ー まあ、あの各自治体と国っていう感じのイメージになると思うんですけど、はい、まあ自治体はねお住まいになってるで,、はい、そうですね。で。 どれぐらい出てるかっていうのを調べて、うんうん、アドバンスの方で補助金額、まあ国ベースっていうのは、C V 補助金って言うんですけど、16万8千円。はい、おお、あんそんなもんですか。そうですね。いすね <laughs> あれ、あの売価がもう少しずつ下がってきてるっていう関係あるのかな。 という気はすするんですがもっと欲しいですねベース車の方が多くて23万6千0、はい、あ,あ、円普通のホンダ E の下のグレードの方がちょっといいんですね,ですねえ、これなんかそんな差があるんですねありますねうんでまあ,あの東京の場合ですと、えー、個人さんで買われる場合はあの自治体として別に30万、はい おまあ、これは地域によって変わるってことですね、すね県にちょっといちょっと調べてみようかな、神戸市、<laughs> 僕、神戸に住んでるんですけど、兵庫県ですね、ねまあ30万出たとして、うん、で下のグレードで万、うん、あ23万6000円ですよね、万まあ、53万ぐらい、400切るんですね、で,すねでもこっからなんか乗り出しの税金やらなんやらかかりますよね、重量税やら。 そうですねえっ、ー、とーなんていうのかな、あのー、エコカー補助金的なものがあるので、はい、費用はそんなにかからないとは思うんですけど<ー>通常の車と比べるとそしたらまあほぼほぼ400ジャストぐらいそうですねこれ税込み価格なので えー、400万ちょっとぐらいでホンダ E が、はい、乗れるんじゃないかとーいやーでもまだまだちょっと僕フィットフィット乗ってるんで <laughs> フィットがすごいねやっぱ安くてねよく走るんですよ今でも気に入ってホンダ3ずっと乗ってるんですけど、はい、あのコスパの良さとこれ <laughs> やっぱ400万ですよねそうですねあの電気自動車やっぱりその、はい、ほとんどバッテリーの値段っていうことを考えるとはい 通常のハイブリッド車の方が、はい、コスパは高いですよね。そうですよね、うん、まあと言いながら僕もインフルエンサーなんで <laughs> 一応、ユーチューバーなので一応でああの、ね、車がね、はいえー、今期日本国内はホンダ E については先代っていうふうに、はい。 あ、かなり数の少ないことを言われてて、そうですね。え、それは日本国内で仙、ね、仙台ってことですか。すね、えということはヨーロッパとかで他ではもっと売られてるってことですよね。ヨーロッパはもうちょっと多いと思いますね。<ー>はい、なんか日本車や日本車というか、ホンダは日本の車ですよね <laughs>。そうですね。<laughs> なんでそう外国にばっかり上げて、あのヨーロッ。パ スーパーが、んていうのかな、排ガスの規制というか、制度<ー>ができているので,で、ねあまあ、例えばハイブリッド車であるとか、はい、電気自動車をその販売する構成で比率を高めないと、はい、お他の車を,を売ってる、まあ、ハイブリッドとか電気自動車以外の車をたくさん売ってしまうと、どんどん罰金が増えてい罰金、はい、が、それってその売る会社に罰金なんですか、メー,カーですね、メーカー側に罰金があっうことなんですね。 だから今、一生懸命、EV 車を作ってるというか、作ろうとしているっていう、まあ,あ、それがちょっと日本と違うところなんですね。そうですね、事情が違いますね。ただあのね、ね武さんの場合はインフルエンサーなんで、はいえー、ぜひぜひ、ホンダに乗っていただきた、ね、僕、今のところね、ホンダ車しか頭にないんですよ <laughs> 一応、メーカーの人も、はい、も武さんが乗るんだったら、 マジですかちょっと手配しましょうかっていうふうに <laughs> ローン聞くんかな <laughs> 現金400万ちょっとなかなか <laughs> ちょっとがんもうちょ,っと、はい、ちょっと頭金頑張ります <laughs> そうですね、えー、<の>でもこれ実際そのどこでここじは買えないですよねあのいやいや聞いたんですよ、はい、でえっ、ー、と実は今日来怒られるっていうことを話しててはいはい、えー、あのその武さんの反応をまた教えてほしいとはい言われてたんで、はい <laughs> そうなると、ですね武さんが車を買われると、実はうちの方にも大変な負担がありまして、いい充電設備を入れろあそんなことは、それちょっと、そこまで負担していただく、なくていいですよ、それはちょっと考えないといけないですねっていうことまあちょうどね、駐車場作りますからね、すごいいいタイミングじゃないですか。 いやそれでね、はい、もう一個聞きたいのがあのシビックタイプ R、はい、今度マイナーチェンジ出ますよねそうですね10月にマイナーチェンジ、はい、まあね、ほぼ同じようなタイミングでねまあ出るということで、うん、えっと限定車 限定リミテッドもうそのタイミングで出るんですかえと発表はします、はい、発売はちょっと遅れる可能性はありますけどもあ,<ー>あ,あれはほぼ手に入らないでしょうね、はい、そうですねえっ、ー、と先代やったかな、えー、入ってきて一部が抽選になります、はい、で一部は、えー、販売会社経由でいくと思いますので、えー、まあなじみのお店に があれば、はい、一度おとい,い,い,いうことなんですね。はい、で、普通のモデルとそのリミテッドと、はい、2>, まあ2モデル、今度マイナーチェンジで出るっていうことですかで、普通のモデルで予想価格っていくらでぐらいですかセンシングが今度、ちょっと高くなるんですかね。25万ぐらい 高くなますね前は400、ざっと450ぐらい、あとはまあ、なんやかんやんしゃ500ですね、ナビもついてないですもんね、ついてないですね、ホンダ E はナビだらけですもんね、あれ、モニターが横にずらずらずらそうそう、ホンダ E はもう、要はセット価格なんですね、これも、これ以上オプションつけようがないと、だから、込み込みの正直な金額やと、ただ、タイプ R とかはナビとか、 まあ最低ナビまあさつけない人もいますけどほぼつけますよね。そうですね皆さんつけてま,、ねうん、まあプラス三十万ぐらいに二十から三十万ぐらいっていうことですよね。となるとやっぱ五百万か。はい。百万の差ですね。タイプ R。そうそうタイプ R といやひょっとしたらタイプ R っていう可能性の方があるんじゃないかって。なるほど。で昨日嫁にね。タイプ R あのタイプ R 乗れるって。いう <laughs> マニュアル車マニュアルやけど乗れる最近のマニュアル車って乗りやすいよ、うん、エンストしづらいしエンストしてもかけてくれますかけてくれるしバックも後ろに下がらへんしえほんなら乗るわっ<お>乗ってもいいよって言ってるんですよすごいことになってきましたね問題かタイプあるか <laughs> そうそうすごい選択ですよ真逆の。 でいや本当に真逆なんでもうどっちの道に行こうか迷ってるんですよねでもう一つちょっとこれちょっとカットするかもしれないですけど <laughs>、あのー、ここ、花園店さんは、はい、タイプ R 乗ってるお客さんいっぱいいますよね、次マイナーチェンジで買い替える方もいいらっしゃゃるんじゃないかと,えっと、ねあのー、多く言われているのが、はい、リミテッドが欲しい<ー>言われているお客さんはまあまあいらして。はい タイプあるかのリミテッドに乗り換えるのっていう感じなんですけどそれ以外にも、えー、リミテッドの問い合わせはかなり頂い,いてて、はい、あのー、車がね入っても1台なので。はい 止まったなと思うんですけれども。うん、ということは確実に一台は中、こう、買い取りが出るということですよね。新規で来られたら。あ、まあ。あ、そういうことか。ねえどうなる。かわからないんですよ、ね。<laughs> いや、あの、この、お客さんから買い取ったやつを買おうという。<laughs> <今だ>と <laughs> まあ、ねえ、でも。そこから整備してですもんね。そうですね。まあ、ひょっとしたら。 ちょっとお買い得者が買えるのかなという甘いそうですね <laughs> まあでもでもヘタレですかねそれって <laughs> いやー武さんにはぜひホンダ E が似合うやっぱ E がいいですかいやそこがねめっちゃ迷ってるんですよいや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 ,いや,いや今日もあの柿本レーシング <laughs> なんかなんかちょっとフィットに似合わないそうなんですよ しかもオートマでで、ね、ハイブリッドなんで、ただボーって言うだけの、ボーって言い続けるてましたね。<laughs> <laughs> ちょっと迷いながら今回つけたんですけど、ちょっとカスタムする面白さっていうのもね、はい、やっぱホンダといえばエンジンなんで、うんその、それの良さを伝えるっていうやり方もあるのかなと思いながら、うん、それだったら、まあ、タイプあるかと、うん、ただまあ、嫁が通勤で乗るし <laughs>、そうなんです,、ね、そうなんすよでつあの、家の駐車場が1850ミリまでなんですよ、ワイドが。 立体駐車場ではい、はい、確か1850超えてましたよね、あのタイプ R って横幅広いです、ね、1880とかなんか今からちょっと撮影させてもらうあれも1880 18ですよね、はい、ですので、ちょっとかなり <laughs> もうすぐボコボコになるんちゃうかなと思って、うん、もうホイールも20インチでね,うですねもうちょっとした段差で傷つきそうだし やっぱいいでしょね奥さんがタイプ R で通勤してきたらビビりますね会社の人ねいやそうですよビビるところかどうしたんで。ちょっと引かれますよね周りからじゃあちょっとまた本題に戻しましてこの本題とこれアドバンスと普通の本題とまこれパットミン50万ぐらいの差ですよね 何が,何が違うと、まあ、そのインチアップとモーター出力が違うんですよね、パワーが違いますね、はい、13馬力ほど違ってくるんですね。ですねであと、ホンダセンシングでこっちの方が優れてるとかそうですねパーキングパイロットっていうのがあるんですか、パパーキングパイロット<ー>、はい、これってあのステップワゴンとかにもついてる。 あれと一緒なんですよね、なんか真上から車を見て、すするやつでよねあと、自動運転のレベル3っていうのが、レジェンドに、今度搭載されます、あれレジェンドにつくんですよね、そうですねレジェンドですね、ホンダ E には、そうなんですよ、これがレベル3がついてたら、 めっちゃええな思ってるんですけどウェル3は確か国内初になるんじゃないですかねそうですよねあれ高速道路のみでしたっけ、はい、ハンズフリー、ねはい、ハンドル持たなくても、はい、でなんかスマホ見るぐらいは大丈夫なんですねあれあそうですね、はい、<laughs> あれってえ渋滞時だけ作動するんでしたっけ高速道路いやもう普通に巡航8 0キロとかそうですね行くんですか いやー僕まだ信じられないですけどね、うん、<laughs> 確かにハンドルは握っておきまし,ょう、はい、しょ正直僕、まだ自動運転は信じられないですけど <laughs> ね、たぶこのホンダパーキングパイロット、はい、アドバンスの方にはついてるんですけど、はい、実際、多分ね、自分ですると思うんですよ、あのつい,ついてても。そうですね うん、ただちょっとスマホでなんかいろいろ鍵をね、はい、タッチして鍵開けれたりとか、はい、先クーラーつけたりとか、はい、なんかいろんなスマートフォンとの連動っていうのがそうですねコネクティットカーになりますね、うん、面白そうだなと思って、はい、そうですよということはやっぱそっちのほうが面白いですかねですよマジですか、はい、いやーでもこの花園店様から 電気自動車を勧められるなんて <laughs> <laughs> いやいや、舘さんだからああ、そうです。本題に乗っていただきたいなそうですか、<laughs> ちょっとじゃあ、もし運よく1台入ってくるようであれば。そうですね。はいうん まあでもこれ今期逃しても次あるんですよねまあ継続的にはやると思います、はい、ただまあひょっとしたら一年後とか、うん、そうですねね、だいぶ先になっちゃうかもしれないですね、はい、もうその頃にはもう飽きちゃったりし <laughs> 飽きたらまた新しい新しい、はい、し <laughs> ねベゼルとかもね来年出ますのでねはい。まあ、にね予定されてますけどもねはい、はい、では長々とありがとうございましたはいありがとうございます <laughs> では、皆さん、お疲れ様でした。じゃあね、ばーい。